これはね、バカウケと言いました。ね、コトリップというものと、バカウケがご当地巡りで企画をしたんですね。で、金沢のマクシ醤油の、甘エビの下でということで、石川県産のバター醤油を使用しています。金沢の大見町かな、市長ではない、味わう甘みたっぷりのバカウケです。でね、まあ、バカウケっていうと名前が良くないなと思うんだけど、個人的にはね。で、金沢のうまエビ、昔からあるんですが、それをご当地のものとコラボしてということで、ではいただきます。これは苦手だね。この甘くて、あ、ほんのりとエビの香りがするよこれ、うん、ほんのりと確かにエビのパウダーなんだよ。ほんのりと甘くてエビの香りがシャーッとするね。うん、これ酸っぱすぎかな。何、うん、醤油を使ってるんだけど、醤油の香ばしい味と上品なエビの味がこうサッとします。これこそがいいものですよ。でこのエビとですな。で、こうさっと広がる広げとこのエビの香りと味、なかなかいいもんだね。本当にこう口どけが柔らかいというのはいいです。これはまだ売ってますんでね、まあ、期間限定なので、ある期間を過ぎちゃうとなくなっちゃう恐れがありますから、だから今春なんでしょうね。春の時期にお求めくださいね。春過ぎてしまいますとなくなる可能性がありますから。あ、非常にエビの香りと味わいがいいというところです。どうもありがとうございます。